本日の Web セミナーは日付を使用する計算の基本テクニックと題しましてファイルメーカーでよく使用する日付の計算の基本的なテクニックについて詳しくお話をしていきたいと思います。まずはじめに本日のスピーカーの自己紹介をさせていただきます。私は株式会社ジェネコムの河野良太と申します。ファイルメーカーの認定試験に合格した認定デベロッパーとして 日々お客様向けのカスタムアップの開発を行っております。次は私が所属している株式会社ジェネコムのご紹介をさせていただきます。弊社は1995年設立で現在28年目の会社で東京と福岡に拠点を拠点に国内のお客様のビジネスを支援しています。 弊社はクラリスファイルメーカーのプラチナパートナーの認定を受けている数少ないパートナーの1社です。創業以来クラリスファイルメーカーを利用したシステムの受託開発やボリュームライセンス販売を主なビジネスにしておりライセンス販売やクラリスファイルメーカーの認知度向上に関する実績が評価されクラリスインターナショナルより多く表彰されています。また Amazon Web サービスのパートナーとしてファイルメーカー専用のクラウドサービスを 法人、団体様向けに行っております。弊社ジェネコムへのお問い合わせは、ジェネコムのウェブサイトのお問い合わせフォームからご連絡をお待ちしています。では、まず本日のアジェンダになります。1、基準日から将来の日付を計算する方法。2、1ヶ月後の日付を計算する方法。3、月末の日付を計算する方法。4、 経過日数と残日数を計算する方法。5. 今週の日付を検索する,索する方法。6. まとめ。という順番でお話ししていきたいと思います。では、本題に行きたいと思います。日付を使用する基本テクニックということで、まず簡単なエクササイズから行きたいと思います。 まず基準日から将来の日付を計算するということをやっていきたいのですが例えば今日からちょうど14日後にこの場所で再開しましょうというようなシチュエーションがあったとしましょうそうすると、えー、今日は2月25日なので14日後って何日だったっけとなってしまうことがあるかもしれません。 このようにカレンダーを追いかけていく方法や指折りで数えて14日後が何月何日かを数える方法もあります。しかしファイルメーカープロはカレンダーを見つめることも指折り数えることもしないで計算式を使って14日後の日付を求めることができます。ではファイルメーカープロのやり方を見てみましょう。今日はこのようにあらかじめ用意されているファイルがございます。こちらを題材に見ていこうと思うのですが まず、見積もりですね。こちらから見ていきたいと思います。見積もりの詳細を見ていくと、こんな画面ですね。こちらの画面の右側に、こちですね、見積もり日とか有効期限というものがあります。有効期限が空欄になっていると思いますが、こちらの有効期限を設定してみたいと思います。お見積もり書が何日間有効だという有効期限を発行する場合があります。1ヶ月だったり15日だったりといろんな会社で 見積もり有効期限の期間を決めているようですね。今回は見積もり日に日付を入力すると自動で有効期限が計算されるようにしていきたいと思います。ではまずファイルメニューの管理からデータベースを見ていきましょう。はい、フィールドタブですねお。もうクリックされてますね。はい。これでフィールドの状態を見ていきます。 有効期限の計算をしていきたいと思いますので、ここですね、有効期限。はい、まず、計算で有効期限を求めるので、フィールドタイプ、はい、ここを計算にしていきます。はい、でタイプを変更して、計算を設定ダイアログを表示します。これで変更ですね。はい、OK をして、はい、このダイアログを出していきます。はい、まず、計算をする上での基準日が見積もり日となります。 この三つり日に対して何日後という設定をしていくので、まず三つり日を入れます。で、先ほどの例と合わせて、今回は三つり日から14日後ということにしていきたいと思います。これは作業が非常に簡単で、演算子からプラスを選びます。そして、その後ろに14と入れてあげます。はい。そうすると、これで三つり日足す14日という設定ができるようになります。 ここで注意をしたいのが、左下の計算結果という部分ですね。ここです。はい、ここは計算式の場合に、計算結果をどのタイプで保存するのかを決める部分となります。ここを、今数字になってるんですけど、日付に設定していきます。計算式を保存して、はい。計算式を保存。で、えー、最後にデータベースの管理画面で、OK ボタンを押して閉じてあげます。はい。そうすると、このように、 見積もり日の14日後が自動で入るようになりますさてここで一つ考えたいことがあります例えばこの日付が休日や祝日で少し訂正したい場合があると思いますその場合見積もり期限を手で直そうとするとはい、このようにこのフィールドは変更禁止なのでこの操作はできませんあ、実行できませんと言われてしまいます これは先ほど計算タイプのフィールドとして設定したためにこのようになってしまうのです。手直しがしたい場合は手直しができる設定にしないといけません。では、その設定をやっていきましょう。また、ファイルメニューの管理からデータベースを見ていきます。先ほど設定した有効期限ですね。はい、これですね。このタイプを日付に戻していきましょう。 で、この状態でオプションをクリックします。はい、で、えー、フィールドのオプションで入力値の自動化というものがありますので、ここもうなってますね。はい。で、ここの下の方に計算値というものがあります。これをチェックしてあげると、はいえー、計算した結果が自動的に入力されるというものになります。す、え、で、ー、にここに三つ盛り日プラス14というものが入力されていると思うのですが、これは計算 先ほど計算タイプの時に入力された計算式が反映されているということになります。はじめから計算値の自動入力を設定、設定するときは何も入力されておりませんので、見積もり日プラス14を入力する必要があります。そして、現在このフィールドは日付タイプですので、左下を見ていただくと、はい、このように計算結果のタイプは日付となっていることが確認できます。では、これで OK をしていきましょう。 さらに注意したいことがありますこちらを見ていただきたいんですがフィールドに既存の値が存在する場合を置き換えないとなっておりますこれは既に有効期限に何か値が入っている場合は再計算は行われませんよというものですなので見積もり日を変更したときに自動的に有効期限も変更されなければいけない場合はここにチェックが入っていると再計算が行われないので有効期限は変わらないままとなってしまいます なので、ここのチェックは外しておきましょう。はい。では、これで OK ボタンを押します。はい。まあ、さらにこちらも OK ボタンで閉していきます。はい。では、実際に見積もり日を変えていきたいと思います。はい。例えば、じゃあ、ここ25日としても、はい、しっかりこのように変わることが確認できます。ファイルメーカーは、このように、基準の、基準の日付にプラスいくつという計算式を組めば、簡単に日付の計算ができるようになります。 これはファイルメーカーが日付をシリアル値というもので管理しているからできることです。では、スライドの方に戻ります。はい。また似たような話なんですけども、今度はちょうど1ヶ月後にこの場所で再開しましょうとなった場合です。今日は2月27日ということなので、1ヶ月後、んーとなるかもしれません。まあ、実際はそこまで悩まずに単純に1ヶ月後なので、 翌月の同じ日が思い浮かぶと思います。では、こんなシチュエーションはどうでしょうか ?1 月31日が基準日だった場合です。このように1月末日から1ヶ月を計算する場合には注意が必要です。1月と2月を比べた場合、素直に月だけ入れ替えると2月31日となりますが、そのような日付はありません。 今日、今年は29日まであるウルード氏でしたが、それでも31日まではありません。そうすると1、1ヶ月先ってどんな日付になるだろうと考えると、ここは悩んでしまうかもしれません。実際に計算をすると、29,30,31の3日分がずれるので、答えが3月2日になるわけです。1月31日という月末なのに、1ヶ月先と考えると3月2日になってしまう。 この辺りは注意が必要になってきます。では、先ほどの有効期限の部分ですが、ここを変えていきたいと思います。では、見積もりの有効期限を1ヶ月先にしてみましょう。では、ファイルを見ていきます。今度もまた、ファイルメニューの管理からデータベースを見ていきます。先ほど設定した有効期限、ここですね。はい。こちらをまた変えていきます。 オプションをクリックして、入力値の自動化の設定をしていきます。先ほどは見積もり日プラス14日というのをここの計算値で入れていましたが、今度は関数を使った日付の計算をしていきたいと思います。関数ですが、日付の関数、ここですね。いっぱいあります。この中でデート、これですね。はい。このデート関数というものがあります。このデート関数というものがどんな関数かというと、月、 日、年という3つの引数が存在するもので、この3つにそれぞれ数字を入れることで日付タイプのデータを作り出してくれるというものになります日本の。日本人の感覚だと年月日となるのが普通だと思いますが、月、日、年の順番になりますので間違わないように気をつけましょう。ではこれを入れていきます。はい。こっちの三つもり日プラス順は消しちゃいましょう。はい。ではまず月の部分ですね。 ここの設定をしていこうかと思うのですが、何を設定しなければいけないかというと、今回は見積もり日が基準になりますので、えー、見積もり日の月をまず抜き,ます抜き出します。えー、月というのはこちらのマウスですね。このマウス日付というもの、この関数がありますので、これを使ってい,ますいきます。はい。では月の部分にマウスこれを入れていきましょう。はい。 そして、マンス括弧のこの日付の部分に見積もり日を入れていきます。はい。これで、えー、見積もり日の月をマンスのところで抜き出せるようになりました。はい。では次に日を入れていきます。えー、見積もり日の日を抜き出す必要があります。なので次はデイ、これですね。これを使っていきます。では日の部分を消して、デイを入れます。はい。 で、えー、日の部分にデイ関数を入れて、カッコの中にはやはり、そうですね、えー、見積もり日、これを入れていきたいと思います。はい。では、最後に年なんですけども、年には、この、イヤーというものを入れていきます。では、まず、年を消して、イヤーを入れます。はい。そして、カッコの中には、やはり、見積もり日を入れていきます。はい。これで、えー、年、月、日、 すべてに見積もり日の内容が入力されるようになりました。はい。で、今回の計算式はですね、どんな計算式を作りたかったかというと、1, 1ヶ月先、一ヶ月先の日付になります。では、ここから1ヶ月先、どうしたらいいかということになりますが、えー、後ろにプラス30、ここですね、プラス三十とかするわけではなく、えー、月の部分ですね、ここですね、ここの後ろ、ここにプラス1をしていきます。 プラス1。はい。でそうすると、三、え、つ、ー、り日から抜き出した月に1を足した日付が出てきます。他の日と年に関しては何も加えないので、三つり日と同じ値が入ります。では、この計算式の結果を見ていきましょう。OK で、OK。何に OK で、はい。では、新しくレコードを作っていきます。はい。 見積もり日か今日の日付が入っているのは4月10日が入っておりますね。でその1ヶ月後には5月10日が入っております。では、えー、見積もり日の部分ここです、ね、を先ほどの1月31日にしてみましょう。はい、すると、えー、有効期限は先ほどカレンダーで説明した通り1ヶ月後は3月2日になるということになります。ファイルメーカーはこのように自動的に日付を計算してくれるようになります。 単純に3月2日という日付を出すために、実は2月の末日プラス2日間ということで30、31日分が追加されて3月2日という日付のデータが入ってくるということになっているわけです。この辺の仕組みをですね、また後で簡単にご説明していきたいと思います。ではまたスライドの方に戻ります。 今ご覧いただいた通り、ファイルメーカーでは日付の関数の中に1ヶ月先だったり、日付などに直接数字を足して計算式を作ってあげることによって簡単に日付を計算することができるようになっています。では、もうちょっと進んでいきたいと思います。今度はですね、とある条件によって将来の日付を計算するというお話をしていきます。例えば、請求日に対する入金日の期日というのがあったとします。 するとお客さんごとにご契約があって入金期日が翌日、ま、翌月末などがあるかと思います。さらには60日後ですとか90日後だとかそういう条件もあります。30日、60日、90日というのは数字が入っているものに関しては一番最初の計算と一緒だと思います。何日後というのはプラス何日してあげればいいわけですね。ですが翌月末や翌々月末 こういった月末を求める場合にはどうしたらいいでしょうか。通常ですと、このようにカレンダーを見て、1月は31日だとか、今年はウルー年だから2月は29日だな、3月は31日まであるな、というように月末をすぐに判別できます。ですが、ファイルメーカーで行うとどうなるのかということで、えー月、各月の月末にあたる日付を計算式で求める方法を考えてみましょう。 例えばですね、1月なんですけども、1月の15日が請求日の基準だとしましょう。では、1月15日の翌月末はいつになるでしょうか。1月15日の翌月末は2月29日になりますね。では、この翌月末というものの定義について考えてみましょう。今回の場合、翌月末の定義というのは2月の最後の日である29日です。 つまり1月15日の1ヶ月先の月末、これが翌月末ということですね。では、この翌月末、カレンダーを見ると簡単にわかりますが、計算で求める場合どうしたらいいでしょうか ?1 月15日プラス何日とやっていくとなかなか計算も難しくなってしまいます。また、2月の末日というのは今年は29日ありますけれども、来年は28日になったりと毎年変わってしまいます。さらに言えば、各月は2月、3月、4月と 月ごとに何日まであるかが変わってきてしまいます。なので、そこをあまり意識せずに自動的に計算するということをしなくてはいけないわけです。そのためには、この末日がどういった定義になるかということを考えなくてはいけません。では、翌月末の定義ですが、1月15日の翌月末、2月29日とは3月1日の1日前ということになります。つまり、翌月末というのは、 今年の2ヶ月先の初日の1日前ということになります。繰り返しになりますが、今月が1月とすると2ヶ月先は3月なので3月1日の前日が2月末日ということです。このことに注目して計算式を組み立てていきます。ではファイルを見ていくんですけども、 今回は先ほど見ていただいた見積もりがありましたけども、見積もりに対応して請求書というものもあります。その請求書の支払い期限を計算するということで見ていきたいと思います。では実際にファイルメーカーを見ていきましょう。はい。では一旦メニューに戻ります。はい。でそうすると、えー、こちらに請求というものがあるので、請求書を見ていきましょう。詳細で。はい。請求書の詳細に行きました。 えこちらにはですね、請求の日付があります。請求日ですね。で、支払い期限というものがあるんですけども、今、空っぽの内容になっています。その上に支払い条件というものがありますね。ここに、えー、っと、見てみると、翌月末、翌々月末などあると思います。では、わかりやすく、今回はまあ翌月末ということにしていきたいと思います。では、えー、まず、ここから見ていきましょうか。1月14日。先ほど1月15日だったんで、ちょっと変えちゃいましょう。はい。 1>, 1月15日が請求日にしておきます。では、ここから計算をしていくとどうなったか見ていきたいと思います。ファイルメニューの管理のデータベースですね。今回、請求書テーブルになりますので、この請求書テーブルの中から見ていきましょう。えっと、この中の請求日を元にして、実際の支払い期限を計算していきます。 ここですね。実際の支払い期限を計算していきます。支払い期限はこちらにありますので、えー、請求日が入力されたら支払い期限の日付を自動計算していく、こういうことにしていきます。では、先ほどと同じように入力値の自動化オプションを使っていきます。計算値ですね。はい。先ほど皆さんにご覧いただいた計算式をデート関数を使って組み立てていきたいと思います。えー、っと、デート関数なので、はい、これですね。 で、えー、月がマウス。はい。で、日がデイでしたね。で、年がイヤー。はい。まあ、このように入れていきます。はい。で、えー、ここで日付の部分は請求日が基準になりましたので、全部請求日に変えていきましょう。えー、請求日がこれですね。はい。 はい。全部請求日に変えていきました。はい。で、先ほどは月のところにプラス1として1ヶ月先の日付が出てきたと思います。今度は先ほどスライドでご説明をした翌月末の定義を計算で入れていきます。翌月末の定義というのは、1月が基準の場合には2ヶ月後の3月1日、その1日前である2月の月末、これが翌月末ということでした。 基準日が変わればまた変わると思いますが、基準日が1月に変わって2月になった場合には、4月1日の1日前が翌月末という形になるわけです。では、ここのマンスの部分ですね。はい。ここにプラス2をしていきます。はい。そうすると、1月の場合、これで3月の日付になります。で次の問題はデイのところですね。ここですね、デイ。はい。 今ここは単純に請求日の日付を抜き出しているだけなのですがここをまず1と入れていきましょう。こう全部消して1ですね。はい。そうすることで1月が基準だった場合には3月の1日がここで作り出されます。そして次にこの3月の1日の1日前の日付が翌月末日になるということだったので。 今回、この1というところに、引く1、マイナス1していきます。あ、すみません。間違えましたね。えー、っと、マイナスの1ですね。はい。そうすると、2ヶ月先の1日の1日前の日付を計算するという意味になるわけです。では、これで本当に動くか見ていきましょう。OK ボタンを押して、はい。で、既存の値が存在する場合のチェックを外しておきましょう。忘れないようにしましょう、ここ。 はい。で、OK をします。はい。で、ここも OK で閉じていきます。1月15日で本当に動くうか見ていきましょう。えー、もう一度、ここ1月15日を設定していきます、はい。はい。で、設定し直すときちんと2月の末日が入ってくるということになるわけです。このようにファイルメーカーで ファイルメーカーでは日付の計算というのはデート関数や先ほどの見積もり日プラス何日というような直接数字を入れるやり方をしてあげることで簡単に日付の計算が行えるようになっています。なお、えー、今回は翌月末のみ計算を作成しましたが、実際には支払い条件によって翌月末なら、あ、翌月末なら月にプラス2ですが、翌々月末などにするのであればプラス3するというふうに計算式を作っていきます。 ここでまたスライドの方で詳しく計算をしていくのですが、あ詳しく説明をしていくのですが、はい、えー。翌月末の日付、こちら簡単に書くとこういうことになります。あすいません。はい。1月の日付を基準にした場合には、1月にプラスにして3月の日付を求めます。さらに、日のところは1日、1日の1日前ということになりますので、マイナス1をしています。そうすることで自動的に、 翌月の末日2月の末日の日付が出てくるということになりますこれをですね動的な計算式に変えてあげるとこのようになりますはい基準日これは先ほど請求日だった部分ですマウスを請求日に 2, 2ヶ月を足して日の部分は1-1というふうに計算してあげることこれでできるようになりますここで1-1という部分ですが これは計算すると0になると思います。ですので、計算式としては、この比の部分は1-1と書かずに0と書いても全く同じことが行われます。実際本当にそうなるのか、ファイルメーカーで計算を見てみましょう。ファイルメニューの管理からですね。はい。データベース行っていきます。そして支払い期限の計算オプション。はい。行っていきましょう。 はい。で、えー、ここの計算値ですね。この1-1、ここの部分を0としちゃいます。で、これで OK で、えー、OK で、OK。はい。じゃあ、ここ0にしてもう一度確認しとう。じゃあちょっと18日とかにしてみますかね。はい。1月18日に変えても支払い期限は2月29日のまんまとなります。 例えばここが18日に変わったとしてもきちんと29日が出てきています。はい。ではまたスライドに戻っていきましょう。はい。1-1と書かないで0と書いてしまうと、もちろん0で動くのですが、後でこの計算式のことが理解できない方が0が入っているぞ。なんでだとなって迷ってしまう場合があります。なので1、1-1と書いてあげる方が 後でこの計算式を見る人にとってはとても親切な書き方になり、過読性が高いと言えます。後からこの計算式を見る人たちにとっては、とってわかりやすい方がいいぞということですね。で、先ほどこの翌月末を求める計算式でしたが、もう一つ書き方がありますので説明させていただきます。上の計算式はデート関数で3月1日を求めた後に、全体から1を引くという計算になります。 下のものは先ほど説明したデート関数の日の部分に低い1をしたものになります。でこの2つの違いについてご説明していきます。まず新しく出てきた方ですが、これは3月1日という日付を作成してからそこに1を引いた結果2月の末日になっているというイメージです。これは最初にデモで行った基準の日付に14を足したら基準日の14日後になる。 というやつと同じ理屈になると思います。では次に、デモで使ったデート関数の全体から1を引く方ですが、これは3月0日という日付を作り、これが自動的に2月末日になっているというイメージですね。これは先ほどデモで行った2月に31日がないから3月2日になるのと同じ理屈になると思います。特徴としましては、 引数に引く位置をするやり方は3つある引数、どれにでも対応ができて応用しやすいと考えます。全体から引く方法は日にちでしか計算できないので応用は効きませんが直感的に分かりやすいと考えます。この2つの書き方のどちらがいいかというのはその時々によって変わると思い,思いますので、ケースバイケースで使い分けられるようにしましょう。では次の話に行きたいと思います。 今度は経過日数と残日数を計算するという話をしていきたいと思います。そしてですね、この経過日数、残日数を計算するために必要なファイルメーカーの関数に取得関数というものがあります。この取得関数の特性についても理解していかないと正しく計算結果が入ってきませんので、この話をしていきましょう。まず、基準日からの経過日数についてです。 経過日数とは基準日となる日から今日まで何日経ったのかを示す値のことです。例えば本日の日付から基準日を引くことで経過日数が求められます。この計算式はファイルメーカーの計算式に置き換えると以下のようになります。この get 日付という関数を使うことによって、えー、今日の日付に置き換わることが、置き換えることができます。今日の日付というのは 運用しているコンピューターにはカレンダーがありますが、そのカレンダーの日付に従って今日の日付を抜き出しているということです。このそれをしているのがこの get 日付という関数になります。そしてですね、これは経過日数ですが、残日数の場合はこんな感じになります。はい。この場合は基準日から今日の日付を引くことで出せるのですが、この場合基準日になるのは期限になります。期限から今日の日付を引けば 今日の日付に対する残りの日数が分かってくるということになるわけです。もちろん、期限を過ぎている場合は、マイナスの値が返ってくるということになります。では、ファイルメーカーでこの計算式を組み立てていきましょう。はい、今度は、また請求を使っていきます。 請求日に対して先ほどの計算で求めた支払い期限、ここですね、というものがあります。この支払い期限に対して、あと何日残っているのかと、請求日から何日経ったのかという計算を作っていきたいと思います。まず、ファイルメニューから管理データベースを開いていきましょう。はい、今度はまず1つ目として、経過日数のフィールドを作っていきます、はい。経過日数は計算タイプで作っていきましょう。 ああはい、これでで作成ですね、はい、すると、えー、このように出てきますあ。ちなみになぜ計算タイプで作るかということなんですけれども、えー、先ほどのカレンダーから日付を抜き出してくる get 日付という関数があったと思いますが、えー、あの関数は日付を取得してくるわけなので、毎日日付が変わってしまいます。 ですので、入力値の自動化ですと、再計算されない恐れがあるので、計算式で作成していくということになります、はいで。計算式を入力するパネルが出てますので、こちらで経過日数を計算していきます。経過日数の計算ですけども、こちらは今日の日付と基準日である請求日を比べればわかります。なので、今日の日付から基準日である請求日を引いてあげれば何日経過したかがわかります。では、取得感想を見ていきましょう。 これ、クリックして下の方にどんどんスクロールしていくと、はい、ありました、このゲット日付というやつですね。はい、これ、説明で見ていくと、システムカレンダーに基づいた現在の日付を返します。こんな説明になっています。では、じゃあこれを入れていきましょう。はい、そして、ここから請求日を引けばよかったので、えー、請求日を引いていきます。 えー、正規日、これですね。はい。これで何日経過したのかというのがわかるようになります。そして、ここですね、計算結果。はい、今数字になっていますが、これ日付にする方がいいのかというところなんですけども、えー、これは何日経ったかという整数が返ってくるものなので、数字、このままで大丈夫になります。じゃあ、これで OK していきましょう。はい。これで、まず経過日数というものがフィールドが作られました。さて、 ではもう一つ作っていきましょう。先ほど経過日数と残日数と言っていたので、今度は残日数も作っていきます。こちらも計算タイプで作りますので、作成していきましょう。ここに、残日数。山になっちゃいますね。はい。これで残日数を作っていきます。作成。 はい。え、経過日数と同じようなやり方で作っていくことになりますが、残日数の場合は、支払い期限が基準日になります。なので、支払い期限から今日の日付を引いてあげることで、残りが出ていきます。では、取得関数を入れていきましょう。まず、えー、っと、すいません。その前ですね。支払い期限ですね。支払い期限から今日の日付を引いてあげるので、支払い期限引く、この状態で、先ほどの取得関数を入れていきます。 これですね。はい。はい。これで、えー、経過日数と同じく計算結果ですね。これ数字のままで大丈夫です。えー、支払い期限から今日の日付を引くことで残日数が出るということで、はい。これで OK を押していきます。はい。では一旦これで計算式を保存して、OK。はい。で、レイアウトに貼り付けをしてみたいと思います。えー、レイアウトモードに切り替えていきましょう。表示からレイアウトモードに切り替えて、はい。 この辺のフィールドですね。この辺のフィールドをちょっとコピーしていきましょう。コピー。で、ペーストですね。あ、こっちに出てきましたね。はい。で、えー、っと、幅を整えて。で、はい。えー、っと、まずはじゃあ、えー、残日数あですね。はい。残日数を選んでいきましょう。はい。で、選んだときに、 ラベルの作成でラベルも作っていきましょうか、はいで。ラベルのスタイルも一緒にしていきます。上と。はい。OK ですね。では次に同じ感じで経過日数も作っていきましょう。経過日数でラベルの作成で OK。はい、でまた、ラベルのスタイルも一緒にします。はい。これで、 OK、ですかね経過値数を下の方に配置できたら、ブラウザモードにして確認をしてみたいと思います、えー。表示からブラウザモード。で、レイアウト保存しますか。保存しましょう。はいはい、そうすると、えー、このように、えー、計算した結果が出て,きて出てきます。確認すると、残日数は、まあ、支払い期限がとっくに過ぎているので、マイナス41日と出てきてしまいます。 例えば、支払い期限を4月の30日とかにしてあげた場合には、きちんと残りが出てくるのかということで、4月30日。はい。そうすると、このように、今日4月10日なので残日数20日というふうに出てくるようになります。はい。また、経過日数は83日というふうに計算がされているということになりますね。はい。これは、この請求日1月18日から今日まで83日経過しているよということで、しっかり 計算の結果が出てきています。はい。このように非常に簡単に計算が行えます。ただ、ここで皆さんに注意をしておかないと、注意をしておいていただきたいことがあります。ファイルメニューの管理からデータベースをもう一度見ていきましょう。残日数と経過日数、こちらの計算式には実はちょっと工夫をしないといけません。どんな工夫が必要かなんですが、 まず、この計算式ですね。はい。だってここでいいですね。はい。ここの計算式。この計算式は、ゲット日付という関数を使っていますが、この関数は、コンピューターのシステムのカレンダーから、今日の日付を書き出してくるという関数だったと思いますが、このゲット日付という関数の値が、このままだと更新がされません。なぜ更新がされないかというと、 計算された結果がファイルメーカーの中に結果として保存されている状態になっているからです。計算結果が保存されてしまうと、その内容は更新がされない状態になります。この状態は作品が作られている状態というふうになります。ファイルメーカーでは作品設定というものがあり、作品が保存されていると、その内容というのは変わらないように、あ、じゃあ、すみません、変えるように設定しないと変えれないということになります。 特に計算タイプの場合は作品が保存されるものと保存されないものがあるのですが今回のように同じテーブル内で計算が完結しているものに関しては基本的には作品が保存されないようになっていますではこちらの作品オプションを見ていきましょう下の方にですね作品これですねというものがありますが作品設定今はなしというふうになっていますですがチェックボックスで必要時に作品を自動設定というふうになっています こうなっていると作品は保存される状態になります。つまりファイルメーカーは日付が変わってもゲット日付関数が再評価されない状態になってしまうということです。今回はこの上にあるチェックボックスの計算結果を保存せず必要時に再計算するというチェックをつけてあげます。これをチェックすることで作品の保存がされずに日付が変わったら自動的に日付の計算が再計算されるという動きになります。 では、ここチェック。はい。押しているので、これで OK ボタンを押していきます。で、ここも OK。押して、はい。もう一つ。今、えー、残日数やったので、次、経過日数ですね。経過日数も、えー、作品オプションで、はい。ここですね。保存せずに再計算するで OK、OK と。はい。このようにしていきます。これで、えー、日付が変われば、自動的にファイルメーカーの中で再計算が行えるということになります。 では次にこちらのオプションという部分を見てほしいんですけども、えー、ここですね。この2つ、非保存というふうになっています。ここが非保存となっていると、ファイルメーカーがレコードをブラウズするときに、ちゃんと再計算をしてくれるということになります。例えば、年齢計算をする場合、先ほどのチェックがチェックされていないと、最初に評価をしたときの年齢でずっと保存されてしまいます。なので、気をつけましょう。OK。はい。では、スライドに戻っていきたいと思います。 えっと、はい、ここですね。今お話ししたチェックボックス。計算式の中で再計算をさせたい場合には、計算結果を保存せずに、必要時に再計算をする設定を有効にしておかないと、再計算がされませんので、ここは注意をしておいてください。特に、日付が変わっているのになんで再計算されないんだろうといった場合に、ここを見ていただくと、チェックがついているということがありますので、 簡単に探すことができるようになりますでは最後に少し日付計算を応用した検索機能について紹介いたします本日の日付から今週の日付を計算する方法というものですこれは例えば先ほどの請求一覧画面で請求日が今週のものを見たいなとなった時などに必要になってくると思います なお、今回は時間の関係上でも説明ではなく、スライドのみの説明をスライドのみで説明していきますのでご了承ください。では、説明していきましょう。この検索は次の2ステップで実現することができます。1、本日の曜日から週の始め、日曜日ですね。それと週の終わり、土曜日の日付を算出する。2、日曜日の日付から土曜日の日付までで範囲検索を行う。 はい。この2ステップで実現していきます。では、週の始めである日曜日の日付の算出方法についてですが、まず、週の始めというのは、本日の日付から日曜日までに差し引く日数を聞けばできます。本日の日付は先ほども使っていたゲット日付関数を使いますが、日曜日までに差し引く日数に関してはどうでしょうか。日曜日までに差し引く日数。 今日日日日のの付から曜ままで差とというこになりす例えば4月10日は水曜日なので日曜日までの差は3日間ということになりますこのように日曜日までに差し引く日数は本日の曜日ごとに異なってきます本日の曜日が日曜日なら0月曜日なら1火曜日なら2水曜日なら3というようになっております では、これをファイルメーカーで動的に処理する方法を考えましょう。そのためには、Day of Week という関数を使っていきます。では、今急に出てきた Day of Week というのはどういう関数なのかについて説明していきます。説明では、日付の曜日を表す数値を返しますとあるのですが、実際には曜日を判定して、日曜日なら、 月曜日なら2火曜日なら3水曜日なら4木曜日なら5金曜日なら6土曜日なら7というものを返していきます。例えば Week 2024年4月9日とな,となれば火曜日なので3を返します。 では、月曜日ウィーク、えー、ゲット日付ならどうなるかなんですけれども、えー、ゲット日付が本日の日付になるので、えー、本日の曜日によって1から7までのどれかを返すことになります。えー、今日が水曜日ならば、えー、3を、木曜日ならば4を返すということ、あすみません、間違えましたね。えー、っと、今日が水曜日なら4、木曜日なら5を返すということですね。はい では、Day of Week 日付関数がどんなものか分かった上で、もう一度日曜日までに差し引く日数の求め方について戻っていきましょう日曜日までに差し引く日数を動的に出すには、先ほど出てきた Day of Week Get 日付という計算を使用しますこれは、えー、今日の曜日が水曜なら3、あ、水曜日なら4か、で、えー、木曜日なら5を返すものでした そして、えー、日曜日までに差し引く日数というのは、今日の曜日が水曜なら2、すみません、水曜日なら3ですね、水曜日なら3、木曜なら4だったはずです。ですね、はいならば、えー、日曜日までに差し引く日数を動的に出すと、デイオブビークゲット日付、引く1となると思います。では、これを先ほどの週の始め、 えっと、日曜日のことですね。はい。日曜日の日付を出す計算式に入れると、ゲット日付から、えー、Day of Week ゲット日付というもの、引く1をする。こうすることによって日曜日の日付が出る。このようになります。これでまず日曜日の日付が出せるようになります。では、次に土曜日の日付について見ていきましょう。はい。 次に、週の終わりである土曜日の日付の算出方法についてです。週の終わりというのは、本日の日付から土曜日までの日数を足せば計算できます。本日が水曜ならば3を、木曜なら2を足すということですね。はい、では、これも先ほどと同じように Day of Week Get 日付を使って計算していきます。 今回、えー、土曜日までの日数は本日が水曜なら3、木曜なら2でした。そして、Day of Week Get 日付、これは本日が水曜なら4、木曜なら5を返すというものでした。ということは、土曜日までの日数を動的に出すには、7から Day of Week Get 日付の値を引けばいいということになるのではないでしょうか。 例えばこれ今日の、えー、今日が水曜日なので今日だったら7から、えー、水曜日の4を引くことで土曜日までの日数が水曜日の前の3これを出すことができるということになります。これで、えー、土曜日までの日数を出すことができますので最後、えー、土曜日の日付を計算するにはゲット日付足す7引く Day of Week、Day of Week ゲット日付 こうすると良いの、良いということがわかります。はい。これで日曜日の日付と土曜日の日付を動的に計算する計算式ができたので、最後にこの2つを範囲、この2つで範囲検索を行えば今週の日付を計算することができるようになります。この計算式を検索で入れるということですね。 点点点ってやつは、範囲という検索演算子なので、上の日曜日の日付から土曜日までの日付で検索するということになります。はい。さて、ここまでいかがでしたでしょうか最後に締めのお話として、ファイルメーカープロにおける日付データの取り扱いについてお話をいたします。先ほどちょろっと言ってしまっていたのですが、実は、ファイルメーカープロにおける日付データは、 西暦1年の1月1日を1として、そこから1日ずつシリアル値が増加します。この性質を利用すれば、算術演算が簡単に行えます。また、シリアル値は、計算結果の保存形式を日付にするだけで、簡単に日付データにすることができます。我々利用者は、演算結果をファイルメーカープロに指定することで、 ファイルメーカープロが OS のカレンダーと相談して日付データにしてくれるのです。したがって、ウルード氏による日付の調整などもまた気にせずに処理を行うことが可能です。このように、西暦001年1月1日からどん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 足されて今もなお増えているという感じですね。はい、では、まとめです。ファイルメーカーデータベースにおける日付タイプのデータは 単純な何日後は日付に性質を足してあげれば簡単に計算ができます。月をまたいでしまう場合、該当する日が存在しない場合は自動的に適切な日が計算されます。翌月末は 1, 1ヶ月先の月初から1日戻った日付になります。 ゲット日付のような取得関数は再計算が必要なので作品は保存させないようにしましょう。そして最後に日付はシリアル値で管理されているため試測演算での計算,計算が非常にしやすいようになっているというのがファイルメーカーの計算式の特徴になります。 特徴さえ特徴特性さえ分かっていればあまり気にしないで本当にいわゆる四則演算を使ってあげれば簡単に日付の計算を行えるようになっております皆さんもぜひ気軽に日付計算に挑戦してみてください